去年スイスに行ったら地元資本のチェーン寿司屋があった。回転じゃなく比較的まともな店。働いているのはアジアかインド系かな。かなり流行していてお金持ちが来店していた。男は寿司桶で20貫ほど頼み、女は10貫ほどの皿で頼む。10貫では量が足りないらしい。ビールがキリン朝日札幌サントリーと4種揃えるなどピント外れな部分に熱意があったり、一人前の名前が福岡とか適当に都市の名前がついてたり、わさびを山盛りにして皿の角に積んだり、変なところもある。で、全員が箸で食べてる。なかなか上手。そこに日本人の私が登場。みんな視界の隅で私の食べ方に注目してるのがわかる。握りを素手で食った瞬間、全員が驚いてた。お前日本人のくせに箸を使わんのかみたいな空気になった。業務提携で来ていたアメリカ人は190cm の 200kg で来た頃はカツ丼の大盛り2人前足すラーメンばかり食べていた。半年後 170kg になっていた。1週間ほど帰国して戻ってきてからカレーうどんと天丼にはまり、カレーうどん足す天丼、たまに日清そば足す天丼な食生活を送っていた。それから1年後盛りそばと湯豆腐にはまり、最初に来日してから4年が経過した今では95kg の超絶イケメンに変身した。どんだけ油ついとったんや。いや、でもさ、俺が大学時代にとんでもねえデブなアメリカンが留学してきたんだよ。身長170cm、ウエスト170cm、体重は恥ずかしいから秘密、実は 190kg っていうくらいのデブ。日本に来ても食べまくり、日本食はヘルシーって聞いてるよとか言って、カツ丼だの天ぷらだの食いまくり、飯なんて1回で5合くらい食ってたと思う。そんな状態なのに半年でそいつ 40kg 痩せたんだよ。さらに1年が過ぎたら 120kg くらいに。やつ曰く日本食はヘルシーだよ。やっぱりって感激してたが、アメリカがやっぱりおかしい。